手順、キーを実行します。あなたは生成された。特定対応プロトコル。ただ、目の前の機上には一本のカミソリがある。その刃は曇りのない白をきらめかせ、あなたはそのグリップをしっかりと手で握りしめた。一瞬の凍えるような感触と、脈打つ血液が緊張を全身に伝え、ほのかな湿り気がその黒い金属製を緩やかに濡らしていた。壊れた空調器具は底冷えするような空気を吐き出し続けているにもかかわらず、それに反比例するように下ろしたての白衣の背部は、じっとりと気味の悪い感触を残し続けていた。それは小刻みに震えているように見える。刃物を手に掴んだその手の身が震えているのか、脳が震えているのか、はたまた全身が震えているのか。恐怖か、悲哀か、憤怒か、喜びか。それらを判断する思考を、今のあなたは持ち合わせてはいない。切れ味を測るために、カミソリの隣に積んであった塚から書類を一枚、あなたは抜き出した。それが機密を含んだ重要なものなのか、はたまたメモ用紙代わりの不要なのものであるかにかかわらず、紙であることに意味があった。中空へと垂れ下げるようにして持ち上げた文字列にあなたは躊躇いなくカミソリを這わせる。ジョリ、ジョリ、と表面を削り落とすような音がしてしはあっけなく上下二つに分かたれた。足元に紙であった半身が、ハラハラと揺れ落ちる。その分かたれて意味を持たなくなった書類を、あなたは乱雑に握りしめ、背もたれの裏へと投げ捨てた。裏返したカミソリは先ほどと変わらぬきらめきを交際へと跳ね返した。どれだけ近づいてそれを凝視しようとも、刃こぼれの一つさえ、見つけることはできない。それはあなたのあらゆる部位でさえ、切り取ることができる。ゆっくりと、こう描いていくようにカミソリを傾けていく。一瞬の冷たい感触が、その後、永遠の生温かい感触がまぶたの上から滴り落ち、かつてのよくできすぎた怪物を無理やり縛り付けていたこの部屋へと落下していく。目をつむっているわけでもないのに、あなたの視界は赤く染まっていく。水音に導かれるまま、あなたはくぼみの深く、深くまでカミソリを押し込んでいく。柔らかい肉を裂く感触のさなか、引っかかるような感さえも弾けるような音を立てて、そうしてカミソリの先端は最奥へとたどり着いた。36度に近い温度が、親指と人差し指にぬるりとまつわりついた。震えているのは、気のせいではない。そこから、あなたは10秒ごとに一度、へこみに沿って時計回りにカミソリを動かそうと試みる。しかし、何かが引っかかっていて、うまくそれをなすことができない。誰の頭の中にでもある不格好な骨と、奥に押し込む力とがぶつかり合うような、硬質な音が脳へ直接響き渡った。ぐじゅり、と泡立つような音が静かに耳の内側から聞こえた。あなたは慎重に、カミソリをわずかに引き抜いていた。そして再び、今度は確実に、カミソリをくぼみに合わせて時計回りに回転させていく。ブツ、ブツ、ブツ、と一定の間隔で枝を切り落としていく。切り落としたび、赤は黒へと変色していった。そうして葉が半円を描いたとき、あなたの右腕にかかっていた、重さ、が消えた。その勢いのまま、残りの外側をカミソリでなぞると、落ちて、革靴の先端をかすめて、そうして見えなくなった。体温の黒くこびりついた銀を眺め、あなたはそれをすくうようにして両手の真ん中に置いた。それを、先ほど落ちていった右のようにならぬよう、一分をかけて立ち上がる。朽ち果てて黄色く変色した髪が、革靴のかかとへへばりついて、かさりと音を鳴らしている。180度旋回をする。あなたの左は確かに出口の光を捉えていた。複数の細かな音が反響する、カビ臭い部屋の中を、決して転ばぬように用心して進んでいく。出口の先には、暗色が広がっている。しかし、今までいた部屋より、数倍明るいとあなたの脳は錯覚していた。ひび割れたタイルの上に、擦り切れた革靴を滑らせるようにして歩みを進めていく。進むごとに、道の端に座り込んだいくつもの骸骨が、あなたの、穴、を見て、怪訝そうな表情をして笑っている。その度にあなたは穴の存在を、明確に、認知する。しかし、認知した旗から忘れていく。なぜならば、それはあなたが足を止める理由にはならない。廊下の途中、あなたは周辺ごと焼き焦げた黒い塊を見た。それは棺であった。円のように配置された鍵穴はすべてすすで埋まり、中身が外部から認識可能なほどに崩壊したそれの中には、かろうじて暗い緑みがかった黄色の肌の残った人間が入っていた。
大部分は炭化して、元の人物の様相を伺い知ることはできないが、その両骨に大事そうに抱えられた十字架の表紙から、かの者があまりにも敬虔な信徒であったことをあなたは理解する。カミソリを落とさないように、あなたは胸の前で十字を切った。しかし、彼に安寧が訪れることはない。歩き続け、あなたはある収容室の前で立ち止まった。その収容室の入り口は天井が崩れ落ちたため、何もかもも埋め立てるようにして瓦礫が山を形作っている。当然、その中を伺い知ることはできない。ただ、あなたはそこに何があったかを知識として知っていた。そこにはおそらく、異世界に続く扉が存在したはずだ。それは理念の歪んだ世界。血だけを有したガラクタのうごめく、乾ききった砂原。一切の無音となったその場所をあなたは後にし、なお進む。だからこそ、ここで相互理解は途切れる。通信が届くことはない。長い廊下を抜けた先、サイトとサイトの中間に位置する中庭には、礼拝堂として、かつ、霊安室として利用されている教会があった。色鮮やかなステンドグラスで囲われたその外壁には、鉄塊がいくつも突き刺さり、そのすべてがひび割れ、どこのものともわからない破片が地に伏せっていた。かつての荘厳な佇まいと、息苦しさをも感じるような優美さは今や見る影もない。あなたはかつての財団に思いを馳せることもなく、ただ供物を運ぶためだけに、荒れ果てた中継地点を通り抜けた。なれば、あの美しい尺道、彼らが二度と見ることはない。外に出ると、圧迫感のある曇り空が広がっていた。ありったけの土砂降りを溜め込んだような鈍色は、一切の青を許すことはない。後ろを見ると、崩壊した建築物と見覚えのない三本の殻が地面に突き刺さっている。かつて、神罰を恐れる意味を失わせたかの地は、今やあなたの視野の限りにほころびが見える。海のように割れた断面からは、剥き出しのコンクリートが顔を覗かせ、這い回った未明のツタが、建築物の機能が完全に失われたことを暗に示していた。あなたは背を向ける。この場所に何もないように、決して夜明けが訪れることはない。あなたの足は廃病院に向いていた。薄汚れた院内には、一つ、二つ、ぷくぷくと太った真紫と、ポツポツと白の残る赤黒が無造作に落ちている。それは海星の形をしている。それは星と同じ、いびつな五芒星を描いている。腐ったタコのような嫌な香りが、あなたの鼻をついた。嫌顔でも、それらが同じ生命であることを示している。復旧の果てをあなたは一別すると、足元から聞こえた湿っぽい残響を、力いっぱい踏みつけた。何かがちぎれる感覚と同時に、彼らの妄執はそこで朽ち果てた。あなたは気配を感じ、ふと足元に目を落とした。地平まで続くグレースケールの中に、空が転がっていた。十二分に成熟した、みずみずしいその花蕾は、果実のようにも見えた。ただし、頭上を覆うバンダの青を、瞳が描写することはない。そこでようやく、あなたは同じような赤茶けた切り花が周辺に散らばっていることに気がついた。しかし、水天を拾い上げる素振りも見せず、あなたはそれらすべてを踏みつぶして進んだ。淡い柑橘の香りが鼻を抜けて消えていった。耳障りだった葉音が消える。働き蜂はもういない。大敗した城塞都市を、あなたは歩いている。何かが入っていたことがかろうじて理解できる、冷え切った球体。一部分だけが光り続ける、宙を裂いた鉄塔。そこら中に打ち捨てられた注射器と、粘り気の強いカリンカ色の液体が血を這いずっている。非常に柔らかい光にさらされたそれらに、あなたは強い不快感を抱いた。抱き合って上顎骨と下顎骨を重ね合ったムクロが、一つの教訓を与えている。あなたはそれを理解できない。ただ、それでいいという確信だけがそこにあった。口の中に溜まった鉄の味を、あなたは頭蓋骨へと吐き捨てて通過する。その終わりは、いつも善悪を超えたところで起こっていた。城塞都市を進むごとに、耳からは不特定多数の笑い声が響いてくる。アンナ、ジダ、パビー、ムプル。そのどれもが聞き覚えのある、懐かしい声だ。なおかつ彼らはあなたの左耳に息を吹きかけ、右耳で囁くように頭蓋骨を鳴らしている。揺らしている?肩にゴツゴツとした感触を覚える。それは下へ、下へ、下へ、増えていく。歩みを止めるようにして、抱きしめられる。55kg の重みでぐらついて、両手に乗せた、黒いそれを落としそうになる。
ただ、あなたはそれを引きずって歩く。何人もを引きずって、たどり着いたボロ小屋の扉を足で蹴飛ばして、金の毛髪が散らされた、腐り果てたテーブルをあなたは認知した。あなたはその上に音を立てぬようゆっくりとカミソリを置いた。そして後ろ向きに部屋を出る最中、ザリッと砂が靴底を擦った。瞬きすらも忘れて、そこで停止する。暖かい吐息が穴へ流れ込むように耳元をかすめる。ただ、それ以上、何かが起きることはなかった。あなたは呼吸を止めたまま、確かに足を持ち上げ、収容室から出て、扉を閉めた。封鎖した扉の内側から、何かを する音が、かすかに聞こえてくる。ただし、それについてあなたは知る必要がなく、また知ろうとも思うことはない。カラン、と音を立てて、部屋の向こうにカミソリが転がった。説明。プロトコルは適切に実施され、それは再び自己収容状態へと移行する。それだけが事実だった。